毛林道書店高田の馬場店臨時公開講座受付中鈴木喜一郎作家日記今日のテーマは犯行の日付でどこに注意したらいいのか問題今日はマシュマロに寄せられた質問ですフィクションのミステリーを書きたいですふんふん 本文中に明快な日付などを記載してアルバイやアリバイや犯行の進行を分かってもらう場合その日付の表現や書き方で注意すべき点があれば教えてください。え <noise> っと <coughs> そうね。えっ、ー、と、アリバイを書くときに、えっ、ーえー、と、シーンの、その日付の表現や書き方で注意するところがあれば教えてくださいっていうことかな。えっ、ー、とね、これ、一応言っておこう。あのね、一応っていうかさ、これ絶対に必要なことなんだけれど、シーンの最初にね、そのシーン、パラグラフ、 うーの最初にね、5w1h つまり 5w1h までいいや言わないよ。いつ、どこで、そこに誰と誰がいて何をしてるかっていうことが、まず最初にこう、えー、最初のさ、シーンの1行か2行でわかるようにしようねっていうことはあります。えー、っと、これね、結構わかんないことが、 わかんないこと多いんだ。あの、えっとね、ありがちな失敗としては、その、セリフしか書いてない。登場人物の <laughs>、その、セリフしか書いてなくて、例えば、その、レストランって一言で書いてあるだけだったり、学校でとかしてしか書いて、しかなかったりとかっていう、例えばさ、 レストランって書いてあるのに、何を書いてるか、何も食ってなかったりすることって結構あるんだよ。なむのさ、あの、レストランっていちいち書かなくても、こう、その場でさ、こう、うん、何、何度ってカレーに、えー、つけたっていう、そのこと一言書くだけでさ、あ、これ、あの、インド料理屋だよね、とかっていうことが分かるよね。 で、これで、その、ナンをナイフとフォークで切って、えー、ルーにちょこっとつけてビールで流し込んだって言えばさ、あ、こいつ酒飲めるやつなんだっていうことと、えー、ビールを飲んでるっていことがわかる。ビールを飲んでるときに、じゃあこれ夜なのか、昼間にビールを囲んでるのか、そういうことがわかるよね。それによって、まあ、その <laughs>、 人となりがわかるし、なんも手でちぎって食べるじゃなくて、ナイフとフォークで切ってこう、食べるってところで、それで透かした野郎なのか、なんか他に理由が、その行動に理由がある、そこでもう全部わかるようになるよね。っていうふうに気をつく、そういう具合の作り方っていうしる、いうことはしろうっていうことはあります。えっ、ー、と、テレビドラマを見てたりすると、 テレビドラマだとか映画っていうのは、最初の一瞬、パッとそのシーンを撮った瞬間に、そこでそ、のその場所がいつの場所で、どこの場所で、そこに誰と誰がいるのか、そこはどんな場所で何をしているのかと分わかるように作ってある。つまり、ロケハンして、その、それがどこの場所なのかってちゃんと背景があって、 でそこで、それにあった主人公のキャラクターに合わせた衣装を着て、そういうメイクをしてる。ネクタイをしてるのかしてないのかとか、ジャケットを着てるのか着てないのかとかさ、T シャツなのか、ポロシャツなのか、あそれとか、あとクールビズ。クールビズで、こう、ノーネクタイでこう、クールビズをしてたらさ、真冬じゃねえよな。っていうことが、パッとわかるように、 そのテレビドラマや映画では工夫をしてある応募にして小説を書こうという人で,で、あのー、こうデビュー前の新人の作家の予選落ちをするような人の作品を読んでいるとストーリーにばっかり頭がいってそこら辺の情景っていうのは頭に描いてないことってすごく多いです。 その、小説でも、小説の場合だと、この、こうしたテレビドラマや映画だと、画像でパッとわかるようにしてある。それと同じように、小説でも、文章でパッとわかるような工夫をしろっていうことはあります。で、工夫をする以前に、著者が自分でその場面を把握しろっていうことはある、え。ー ここ、えシ飯を食うときに、その、何食ってるハンバーガーうん。ハンバーガー食うときにナイフとフォークを使うようなハンバーガーだったらさ、それどこで食ってるんだよ。少なくともマックじゃねえよな。うん。 例えばそうだな、帝国ホテルだとかさ、あフォーシーズンズだとかさ、ああ、そう、リッツ・カールトンで、その、うん、ハンバーガーを頼むと、ナイフとフォークが必要になってくるよね。すごい量で、のその肉汁たっぷりのものが出てくるからえ、そういうハンバーガーを食べるのか、っていう、 そういう画面の、場面の表示、あの、ことって結構考えてない。こう、本当に、その、みんな、ストーリーのことしか頭にないよね。場面のこと頭に浮かべようやっていうことはあります。えー、で、それができないんだったら、もう、 何月何日どこでっていう、まあそこをずっと歴史しちゃって言ってもあることはある。ええー。で、手元にあるその小説、今好きな小説が多分あると思うんだ。まあ往々にして好きな作家って誰とか好きな作品どういうのっていうと、そこで詰まる人多いけど、えー、自分が好き、 夢中になって読んでる作、作家や作品の作品があるんだったら、あの、その作品のシーンってチェックしてごらん。もうプロの作品って基本そういうものってちゃんとしてるから。最初の何行かでここに誰がいるのか。それ、どんな場面なのか。上手い人になって、すごい人になっていくと、 こう一言二言のセリフをちょっと言うだけで、場面が浮かぶように作ってあるから。そういうところ、うん、読書するときに、そういうところを注意して読んでみようよ。うん。だからまず、教えてもらおうっていう前に、まず自分でちょっと調べてごらん。あの、自分の好きな作家の。 自分の好きな小説って何質問者さん。ええー、と、うん、あなたの小説、書きたい小説の先生というのは、鈴木喜一郎ではなくて、あなたの好きな作家の作品だっていうことを忘れないようにしましょう。僕はあくまでも、うん、僕はあくまでもコンサルタントなのでね。 ということです。2022年5月14日、法林道書店高田の馬,場馬場店で鈴木喜一郎小説講座臨時公開講座をします。ゲストは八節木元哉さん。参加申し込みは法林道書店イベントで検索をかけるか、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからアクセスしてください。 この番組では、ポッドキャストへのお題、皆様からのお便り、ご質問を募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝折症オ賞、ル読み物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。 受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド、アッ Apple キャスト、a s t Google Podcast、Spotify などの Podcast プラットフォームでも配信しています。というところで、鈴木喜一郎、作家日記。今日はそんなところで。ではではでは。